カプトプリル、カプトプリル、キャプテプリルとは、アンジオテンシン変換酵素阻害薬の一つである。アンジオテンシン変換酵素、ACE を抑制することにより、血圧を低下させる。さらにアルドステロン分泌の抑制による、利尿作用を有する。高血圧、うっ血精神不全の治療に使用される。カプトプリルは、 初の ACE 阻害薬であり、新規作用機序並びに新規開発手法の2つの意味革新的と言われる。副作用として、肺のブラジキ人増加による空席が生じる。商品名、カプトリル。蛍光投与薬で、1日3回服用の錠剤と1日2回服用のカプセル剤がある。構造としては引くプロリン、プロリンの N 置換体である。 カプトプリルの作用は主に血管拡張作用と腎保護作用に基づく。心筋梗塞後の心不全治療や糖尿病性腎症の治療にも用いられる。加えて一部の患者に対しては気分安定、上昇薬として作用する。動物実験でカプトプリルの抗うつ作用があるとみられ、臨床研究が一回実施されたが有効性を示すことはできなかった。 抗うつ効果を評価する正規の臨床試験は実施されていない。肺がんに対する縮小効果が研究されたことがある。下記の患者には近忌とされている。添付文書で重大な副作用とされているものは、アナフィラキシー、血管不臭、半血球減少、無下流球症、急性腎不全、ネフローゼ症候群、高下流無血症、アマホ根ソウ様症状、 皮膚粘膜癌症候群、白脱性皮膚炎、狭心症、心筋梗塞、う血性心不全、心停止、錯乱、水炎である、すべて頻度不明。その他、血中ブラジキン増加、タンパク尿、味覚異常、細起形成、起立性低血圧が発生する。起立性低血圧がカプトプリルに、特有な速攻性短時間性の効果によるたは、 一般に ACE 阻害薬に共通すると考えられている副作用である。外装は ACE 阻害薬共通の副作用として知られている。カプトプリルの外装の発生率は1989年9月の 最新査結果公表時点では0.1%未満とされていたが、クラスエフェクトとして認識された後の1994年3月では1.64%とされている。高カリウム血症は、特にタクスリ、カリウム保持生理尿薬などを併用していて、血中カリウムが上昇しやすい状態である合わせに多い。その他0.1%に発生する副作用として、BUN 上昇。 血清クレアチニン上昇、発疹、食欲不振、扇、嘔吐、下痢、AST 上昇、ALT 上昇が知られている。カプトプリルや他の ACE 阻害薬の過量投与は、ナルキソンで治療できる。多くの ACE 阻害薬とは異なり、カプトプリルは、プロドラックではない。プロドラックでない ACE 阻害薬は他にのみである。服用されたカプトプリルの約7割が、 体内に吸収される。以内に食物があると生物学的利用能は低下する。血中半減期は、錠剤で0.43時間から0.62時間、カプセル剤で2.13時間である。一部は未変化で、一部は代謝された後に尿中に排泄される。排泄量は、服用後24時間で全体の約薬、その半分は未変化体である。 代謝は主にグルタチオン方号であり、尿中に優勢な代謝物は、方号体の分解物であるカプトプリル、システージスルフィードである。カプトプリルは1975年に発見された。リガンドを念頭に置いて実施された、薬物開発の最初の成功例である。レニンアンジオテンシン・アルドステロン系は20世紀中盤から活発に研究されており、 高圧薬の良いターゲットであることが示されていた。最初に目標とされた分子は、レニンとアンジオテンシン変換酵素、ACE であった。最初の突破口は1967年に見出された。アンジオテンシン I からアンジオテンシン I への変換が、対循環中ではなく配循環中で発見された。それとは、対照的にブラジキニンが、 肺循環を通過している間に活性消失することも発見された。このアンジオテンシンの変換とブラジキニンの不活化は同一の酵素で触媒されていると考えられた。1970年、ブラジキニン作用増強因子 b p f が肺循環中でのアンジオテンシン I からアンジオテンシン I への変換を妨げることが発見された。b p f は毒じゃ。 ボスロプスジャーラカの毒液ペプチドであり、後にアンジオテンシン変換酵素のコレクテッドプロダクトインヒビターであることが発見された。カプトプリルはこのペプチドをもとに定量的構造活性相関の手法で探求され、ついにペプチドマタンのメルカプト元が高い ACE、阻害活性を有することが発見された。 カプトプリルの承認申請は米国では1981年4月に許可された。日本では1977年に開発が始まり、1982年10月に錠剤と採流が承認された。情報カプセル剤は1988年9月に承認された。カプトプリルの開発は最初に邪毒を邪毒に用いていたブラジルの先住民族に 何の利益ももたらさなかったので、バイオパイらしい、だと非難する声が上がっている。カプトプリルの副作用は、他の ACE 阻害薬と大きく変わらず、主な副作用は外装である。しかし、カプトプリルではそれ以外にも治療レモとに基づく、発疹や味覚異常、金属味や味覚消失も発生す。カプトプリルは、薬物動態的にも優れているとは言えず、 血中半減期が短いために1日2回から3回の服用が必要で患者の服薬コンプライアンスを低下させている。蒸気の副作用や薬物動態上の欠点を解消するためエナラプリルやその後の ACE 阻害薬が開発された。発疹や味覚異常を引き起こすと思われていたスルフヒドリル元を取り除くことが薬剤設計の条件一つとされた。 生物学的利用能を向上させるために多くの場合プロドラッグ化された。後続のすべての ACE 阻害薬は血中半減期が長いので1日1回から2回投与であり服薬コンプライアンスの改善に寄与していると思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。